気持ちを教えてください。は、去年のこの大会で負けた相手に決勝で勝ってたのでリベンジできて嬉しいです。まあ、そのご自身こうリベンジっていう部分でどういうふうに取り組んできたというか、そういった部分はいかがですか。は、特にはないんですけど、やっぱり外国人の留学生とかがいるので、その選手とかと練習したりで、同じ階級の選手とかとも練習したりしてきました。まあ、その中でのこの優勝というところだと思うんですけれども、まあ、次にどういうふうにつながっていくというのが欲しいと思いますか。は、去年5月6月ぐらいにあった明治杯でも優勝しているので、それで世界選手権に出ているので、ここはやっぱり勝たないとダメだと思ってたの で、それ で負けがずっと試合で続いてて、でここから勝ちにどんどんつなげていけたらいいかなと思います。まあ、もしないでこの階級でずっとやっていくっていうのが強い思いと思いや、そういうわけではないんですけど、階級をアップ、ちょっとウェイトをして、体をでかくして、97に上げていこうかなと思います。そういう意味でも、じゃあこれからそのどんどんこう自分を仕上げていってっていう部分があるけど、そのあたりのこう将来に向けての気持ちみたいなは、将来はやっぱり、パリオリンピックを目指して、パリオリンピックに出場できるように、これからもっと体重、いや心とか技などいっぱいメンタル強くしていかないといけないところがあるの で、そういうところをもっと強くしていってパリオリンピックに出場できるように頑張りたいと思います。テレビの代表としては以上になります。